6枚の折り紙を使っております。まずは背中の部分から折っていきます。折り紙を三角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋にこの部分を合わせて折ります。反対側も同じように折ります。これを縦にして、この先っぽをこの部分に合わせて折ります。これを裏返して、この部分から1センチ下をこのように折って段折りにします。これをこの真ん中の筋で半分に折ります。そして先っぽと体をつまんで、このように折りずらします。これで背中の部分は完成です。次に胸の部分を折っていきます。黄色い折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の角を中心に向けて折ります。裏返して反対側も同じように折ります。これを上から開いて、このように正方形に折り替えます。この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って、開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます。これを回して、この部分のひし形の中心から横まで同じ幅で、このように折り目をつけます。開いて紙を回して、反対側もこの部分で折り目をつけます。これも開いて、そして下側のこの部分をこのように閉じます。次にこの部分で下の三角を中割り折りして、このように三角形が出るように折ります。もうちょっと外側かな、こんな感じです。これを下側のこの角を裏側から上に2センチぐらい折ります。折ったら再び閉じます。これで胸の部分も完成です。背中と胸を組み合わせていきます。中に入れ込んで
先っぽを軽く揃えて、この状態で、この中の、この部分と、この部分と、外側の紙を挟むようにして、ホチキスで留めます。裏返して反対側も、ちょっとわかりにくいですが、この1枚とここを挟むようにして、留めます。軽く開くと、こんな感じです。これで胴体は完成です。次に、リングの部分を折っていきます。ピンクの折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角をてっぺんに向けて折ります。反対側も同じように折ります。これを裏返して、上の紙2枚を下の角に合わせて折ります。これを裏返して、紙を横にして、この部分をこの横の筋に合わせて折ります。折ったら一度開きます。反対側も同じように折り筋をつけます。これも開いて、今度はこの部分を今ついたこの折り筋に合わせるようにして、ちょっと紙がずれやすいんですが、このように折ります。折ったら戻して、反対側もこの折り筋に合わせて折ります。折ったら戻して、紙を縦にして、使うのはこの部分の折り筋です。この折り筋の部分から開きながら、先端からこのように折って、上の紙を潰します。これを裏返して、この上の三角は下のこの部分と合わせるようにして、下側に折ります。紙を横にして、この部分の角を斜めに内側に折ります。反対側も同じぐらいの位置で折ります。これでリングの部分は完成です。残り2枚のピンクの折り紙も同じようにこのリングを折っておきます。同じものが3つできました。これを胴体に組み合わせていきます。1枚を背中のこの部分にこのように差し込んで、大体の位置でいいんですが、ホチキスでこちら側を留めます。これを裏返して、こちら側の紙を軽く半分に折って、下の紙と合わせるようにして、こちら側も留めます。開くとこんな感じになります。次に、左右のリングは、先っぽを1枚目の先っぽと軽く合わせるようにして、後ろから留めます。
反対側も2枚目の下側と合わせるようにして、この状態で下側で合ってるのか下側から止めます。そして次にこの部分のこの先っぽをこの黄色い胸のこの部分に、黄色い胸のこの部分とこの線を合わせるようにして、この位置でホチキスで留めます。反対側も先っぽを黄色い折り紙の先と合わせて、この位置で留めます。あ、失敗した。もう一発留めます。これで体の部分は完成です。最後に頭の部分を折っていきます。黄色い折り紙を四角に半分に折ります。開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて90度回してこちら側も三角に半分に折ります。開いてこの部分を開いて内側の折り筋に合わせてこのように折っていきます。反対側も同じように折ります。次にこの下側のこの三角を立てて、三角を中を広げて正方形に潰します。そしてこの角を下に 1.5 センチくらい折ります。この状態で顔を描いていきます。シンプルな顔で楕円形の目が2つあるのみの顔なんですが、意外とこの目の位置を揃えるのが難しいです。ちょっとずれたか、位置を直しながら調整します。真ん中に光を描きます。これに色を塗っていきます。薄いピンクでめくった白い部分を塗りつぶします。
目の中もピンクで塗ります。白いマーカーで目の光を描きます。次にこれを真ん中から半分に折ります。この状態でこの部分からここまで折り筋をつけます。戻して裏返して、今度は反対側にも同じように折り筋をつけます。これも戻して、次は今ついた折り筋とこの横の線を合わせるようにして、ちょっとずれやすいんですが、このように折り筋をつけます。これも戻して裏返して反対側にも折り筋をつけます。この部分に合わせて、こんな感じです。これを戻して中を広げて、この部分を山折りにして、この部分を谷折りにして、このように閉じます。こんな感じです。次にこの部分の角から先っぽまで紙を一度めくります。そして下側の紙を合わせて折って、折ったものを中に折り込みます。裏返してこちら側の紙も中に折り込みます。ちょっと折りにくかったら折り筋をつけて中に閉じます。次にこの部分を角から斜めにこのように折ります。裏返して反対側もこの角から斜めに折ります。形を直して、これで頭の部分も完成です。これを体と組み合わせていきます。体のこの先っぽの部分を頭のこの部分の内側に合わせるようにして、ホチキスを使って水色の部分と耳元を留めます。反対側も水色の髪と耳元を留めます。形を整えて、これでクレセリアの完成です。